さあ今日は何の日だ？あ、今日はたくさんモブがいる日らしいわ。ということで、どうも風平です。今回は1日ごとで世界が変わる世界で、いや、むずいな、ちょっと。どういうこと？まあ、1日ごとにね、ランダムの世界が来る世界でサバイバルやっていきたいと思います。説明がむずいよ。ということで、なんと、あーやばいやばい、あー待って待って、ガーディアンが出てきた。1日目の世界はブロックを壊したり、あとは、お、サケいるね。こういう風にモブを倒すことで新しいモブが出てきます。まあ、今オウム出てきたけど、まあ、これ有効モブも敵モブもどっちも出てくるっぽいね。なんでね、今回はこの世界でエンダードラゴンを討伐していきたいと思います。まあ、待って、今ラベジャーいなかった？待って、エボーカーいる、エボーカーいる、待って待って、これはうまく倒せればトーテムをゲットできる。最初から？すげえな。ラベジャーだ！やっぱいたわ！てかこれ数あるモブの中でなんで俺ラベジャーとエボーカー引いちゃったの？うん、悪すぎん？まあ、今日は、まあ、どうなんだろう。あ、待って、ベックスって時間経つと消えるんよね。おいー、うまくエボーカーだけ暗殺できないかな。いた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 、あいつ、油断してる。で、やばい、ベックス出されたけど、もう、ちょっと危険弱。はい、おー、蜂出てきた。やばいやばいやばい、逃げよう逃げよう逃げよう。よし、富士のトーテムゲットしたぞみんな。災難だな。いや、意外とこのサバイバル大変かもしんないな。うぅ、びっくりした。うわぁ、村人ゾンビ。いいモブなんか全然出ないな。エンダーマイト。で、こうやって食料もゲットしようとすると、たまにこう、こういうね、まあなんか嫌なモブが出てきたりするから。いや、むずい！最初にしてはむずいぞ、この世界。運が悪いかも。今回ね、この世界では13個ぐらいのね、ランダムな世界があるっぽいから、嫌な世界だった時は、早めに寝て、いい世界引きたいな。やばい、待って、ラマに殺される。え、ラマってこんな強いの？え、待って待って、え、ごめん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 、やばいやばい、トーテム使っちゃう。いや、おっと、村だ。いや、相変わらず、村はよく見つけるな。いや、まあでも助かっ、あ、そっか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 。小麦も一応ブロックだから、ブロック壊したら、モブが出てくるわ。やばいやばいやばい、もう全然安心できないんだけど、今日の世界。待って、死ぬんだけど。ちょっと待って、この世界じゃ、小麦ブロックですら、簡単には取れないな。ってことで、まあでもさすがにゴーレムは倒したい。なんか弱いモブ出ろ。おはは、こういうのが一番いいんだよな。お、あ、そっかそっかそっか。そして、ここは、タイガバイオームの村だから、こういう風にね、装備飾ってあるんだよね。嬉しい。そしたら、溶鉱炉取っちゃって、あ、でもなんかちょっと、夕方になってきてない？そう、マイクラって、10分ぐらいで、日が落ちるんだよね。だから、早く次の日にしたい場合は、10分ぐらいで、最速に寝れば、次の日になれる。よし。びっくりした。あ、でもね、こいつらね、結構武器持ってない場合が多い。キリじゃ武器持ってないとなんか、めっちゃいいやつなんだけど。じゃあ倒そう。あ、もう夜になるね。じゃあ、これで、もう寝ちゃおっか。待って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 、それラスボスなんだけど今回の。待って、この世界はまずい。あー、ちょっとベッド回収しようと思っただけなのに、やばい、カオスすぎる。これもう早く次の日になんなきゃ。やばい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 、エンドラやばくない？さあ、次は何の日だ？はい、アンビルスリーフ。ちょっと待って、空からカナトコが降ってくる日だ。やばい、待って、これ絶対一瞬で死ぬんだけど。まあでもその代わり、まあこのモブとかからはモブは出なくなったね。ちょっと待って、やばいやばいやばい、これ絶対一撃なんよ。カナトコって本当に痛いから。そんな、でもまさになんて日だ。いや待てよ、こんな日でも、洞窟の中に隠れちゃえば、全然無効化されるんじゃないか。ここは、早く洞窟見つけよう。お、ここはどうだ？まあでも一時的に防げるか。いや、これでも深そうだな。どうだ？あ、でも、あ、深そう深そう。よし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 。あ、すごい。でもやっぱ洞窟内は普通だね。いや、やっと普通のサバイバルができるわ。すごい、もう本当に深いな、この洞窟。いやでも下に行けば行くほど、金床の音が聞こえなくなったわ。おー、ダイヤあった！いいね、すごく順調だ。一日目でも俺、何にもできてなかったからね。びっくりした！めっちゃホラーなんだけど。まあ、でも、いい日になることを望んで、早めに寝るっていうのも、まあ、一つの手ではあるとは思うな。そろそろ寝れないかな。どうだ？いや、まだか。まあ、でもいい感じに、ほら、鉄装備だったり、ダイヤも集まったしね。結構いい日だったんじゃない？いいね。寝れる？いや、まだか。どうだ？おーっと、寝れちゃったぞ！これどうなるか？いや、いい日来い！お願いします！はい！アンハッピーストマックデイということは、え、どういうこと？
なんか俺が良くないものを食べちゃったらしい。スニークしちゃダメって書いてあるけど、なんで？あ、やばい、吐き気がするんだけど。タートルマスターのやだ。すごい、どんどん出てくる。いいじゃん。なんか、すごい、何？爆発再生。ただちょっと自分にダメージがあるけどみたいな感じなんだな。これで今日はどんどんなんか出していこう。ダメージ増加2、貫通。これドロップ増加出したいね。いやこれね、ポーションもあるし、いやこれね、ポーションとかもあるし、全然ありだわ。待って、ダイヤチェストプレート出てきた。今日は一日もうずっとペコペコするわ。はい、よし。おーっと、ダイヤモンドのツル走れた。お、ドロップ増加2。2でもまあ十分だな。いやもうかれこれ、マジでずっとこれやってたわ。結構いいのもね、集まったね。そして、あ、もう寝れるわ。次はもっといい日来い。どうだ？あ、終わった。ちょっと待って、ランダムモブスポーンで。これ、ランダムのモブがスポーンするらしい。もう、見てわかる通り、ウィザーがめっちゃいる。まずいな、まずい。もう早くどっかに逃げよう。やばい。今日はマジでおとなしくしてた方がいいかもしれない。で、ワンチャンさ、ネザーとかだったら、全然大丈夫みたいなことない？ちょっとやばい。ウィザーがこんなにいんのエグいな。やばくない？なんか、近い感じない？よいしょ。これで、ちょっと一回ネザーに避難してみよう。ちょっと怖いけどね。さあ、どうなってる？はい。普通じゃない？え、ゴーレムがいる！え？どうなってんだ？ウィザーもいるわ。あ、本当にスポーンしてる全モブがランダムになってるんだ。これはこれでちょっと面白いかもね。だから戦いやすくはある気がする。猫がいるよ。いや、でもウィザーいんのえぐいな。いや、でも待てよ。よく考えてみたら、今、要塞に行っても意味なくね。うん、なんだっけ、シュルカン弾飛んできた。え、怖っ。だって、ブレイズが別のモブに変わっちゃってるからね。ということで、一回この日をまたいで行こうか。ちょっと待って、地上に出れたはいいんだけど、お前らマジでどこにいんの？え、どうなって、めっちゃボコボコなんだけど。うん、ウィザーいる。やばい、あいつらに目つけられたらガチで死ぬ。え、待って、エンダードラゴンの声しない？え、やばい、洞窟の中にたくさんのエンドラー、2体？やばい、この世の終わりだ。ちょっと待って、向かう先にもエンダードラゴンがいる。ちょっと待って、早く、夕暮れになってくれねえか。やばい、海の中にも、やばい、めっちゃ穴開いてる。うわ、エンダードラゴンが、やばい、これ落ちるわ。逃げろ。とりあえず、俺は、今日一日を、生き延びることを考える。やばい。これもう別ゲーだろ、完全に。あ、羊がいる。なんか安心したわ。すごい。待って。あの量はエグいだろ。やばい、エンダードラゴンどんどん出てくる。やばい、そして俺のなんかパソコンもめっちゃ重くなってきたわ。逃げろ。処理落ちしないように逃げろ。なんでガストの声もすんの？明らかにおかしいでしょ。ムーシュルームだ。マジでありえん。まあ、でも逆に、まあ、さっきみたいにエボーカーとかいる。ゴーレムが水の中にいるぞ。金床とかも欲しいから、鉄欲しいな。これどう？水の中だとゴーレム倒しやすいわ。新発見。よーし。やばい、ウィザーめっちゃいる。やばい。でっか！超でかいゾンビいる。ガストもいる。まあ、逆に、ブレイズいたらブレイズロッドゲットできるかもしんないけど、そんな余裕ないな。よし、結構巻いたな。そしてやばい、早く寝よう。もう夜だ。ほい。え？あ、なんか1日目に戻っちゃった。ワンパンチマンデー。え？待って。もしかして、ちょっと、まさかだと思うんだけど、いきます。ちょっと待って、倒しちゃったよ今。ワンパンの日だ今日。何でもワンパンできる日。え、やばい、倒し、え、あれ今日、え、あ、お、ちょっと待って、まさかの結末すぎない？えい。ちょっと待って、どういうことだ。いやー、とんでもない日だな。今日のサバイバル終わっちゃったんだけど、どうしよう。いや、わかった、目標変更。今日はビザ倒します。今、この世界にエンドラだけ消えてないんだよね。だから多分、ウィザーは、もうちゃんとネザー行かないと倒せないはず。もうね、このワンパンの日が終わる前に、先に、ま、金床作ってこう、エンチャントもしながら、ウィザースケワンパンして、頭集めたいね。だからね、もうだからこう、焼きながら、いいぞ、やっぱ、溶鉱炉だとね、早いね、焼けるのが。もうじゃあ、ポータルも先作っちゃおうか。よし。ダイヤ剣作って、まずドロップ増加からつける。で、ダメージ増加は？あ、つきそう！あ、いいね！はい、最強の剣でしょ？爆発耐性も持ってたんでこれつけよう。今他のやつにダメージ軽減もつけて、はい！もう完璧だ！もう速攻で行こう！さあどうだ？要塞、いや、ありそうだぞこれは。え、待って。あったー！よしよしよし！まだあんま時間かかってないはず。おっと、あ、
違う違う違う、いつもの癖でブレイズスポナー探してる。やべえ、録画をね、なんとちょっと回し忘れてたね。結局まだびっくりしたでしょ。そう、なんと今あのワンパンの火がなくなっちゃって、なんか今なんか急に上に跳ねる火になっちゃったんだよね。マジで音がでけえってのと、あとなんかたまにアイテム消えるんだよね。だからピッケルなくなっちゃった。いや、せっかくワンパンできてたのに。で、ドロップ増加2あってもなかなか落ちんのよね。あ、もう耐火のポーション飲んじゃおう。これはさっきあのめちゃめちゃペコペコしてゲットしたやつだね。落とせ、ウィザスケの頭。いや、落ちん。落とせ、落とせ、やばい、めっちゃ囲まれた。ドロップ増加2を見せてやれ。はい、お、落ちた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 。まず1個目だな。 HP もきついな。ポーション飲んで、うえー、なにびっくり、なんでなんでなんで、え、あ、これ死ぬんだ。死ぬとは思わんかったわ。まあちょっと気晴らしに寝てみるか。あのジャンプ何回も出てたらね、もうきついからね。お、あ、すごー。どうやらこれは、え、なんか壊したものがめっちゃ増えるっていう日らしい。え、これさ、スタースケルトンの頭壊したら、20個になった。すごいじゃん。え、俺もうこれトールサンドあればすぐ召喚できるやつじゃん。え、そんな運ある。あのさ、せっかくめちゃくちゃいい火を引いといてあれなんだけど、この下めちゃくちゃウィザーの音しない？絶対下にいるじゃん。俺ネザーに行く意味なかったかもな。もうじゃあ行っちゃうか。もうトーテムあるし、あとこのタートルマスターのポーションで耐性もゲットできるから、食べ物ベイクドポテト一つだけだけど、もう気合でご利用してみるか。いや、これやば、ブロック量やばすぎない？逆になんか俺のパソコンが持つかな。あ、待って待って、ここに洞窟があるのか。あ、え、これじゃない？もしかしたらいるかもしんないから、こう気をつけていこう。シュルカーとかもいて、あれ、ウィザーさんどっち？いた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 。だからもうタートルマスターのポーション飲んで、もうちょっと足遅くなるんだけど、これでもうウィザーに戦っちゃおう。はいはい、やばい、周りのブロックが壊れるから、なんかめっちゃ出てきて、めっちゃ重いで、あ、やばい、あ、待って、死ぬ死ぬ、良くない、めっちゃ良くない、あ、めっちゃ重い、めっちゃ重い、やばい、めっちゃ重い。はい、え、なんかすごい急に動き出したり急に動かなくなったり、あ、待って、固まった。ちょ、入れるかなこれ。うわ、待って待って待って、いける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 、もう戦える。だけど俺死にそう一回。あ、よ、ビザーも白いカードになって、で、ちょっと待って、俺もトーテム発動して、やばい、このやばい、ハートが消える、避けろ、ビザーの攻撃。はい、待って、もう全然食らわない、やばい、ギリギリは限界バトルすぎる。はい、あと2発。いやー、来たー。やったー、倒せるとは思わんかったわ。すごくね。ちょ、トーテムの再生能力がめっちゃいい感じに効いたのと、あとあの、耐性がめっちゃ良かったね。ってことで、無事、倒せたな。2体のボスを。ってことで、まあ、最後ちょっともう一回寝てみようかな。どうだ？お？ゾンビアポカリプス。待って待って、なんかめちゃくちゃパソコン重いんだけど。気持ち悪い。めちゃくちゃゾンビがいる日。これ来なくてマジでよかったな。